コミュ障の人は得てしてとか夜中に考え出して、コミさんこっちで一緒にゲームやろうよ。ねえコミさん、コミさんって好きなおかずある？卵焼きね、今度作ってきてあげる。それで髪が濡れちゃって、風は吹いてませんでしたよ。風と風を間違えちゃったんですね。私紛らわしい喋り方を。大丈夫ですよ、よくあります。大正デモクラシーみたいな歴史の何かだと東大元クラシー的な。